全国の皆さんこんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業の田川です。今日ご紹介していきますのはこちらの新車新型のデラックスの、スーパーロング4駆ディーゼルをご紹介していきたいと思います。はい、でこちらまず新型になりますので、トヨタセーフティーセンスがグリルとグリルの間についてますね。そしてパノラミックビューモニターと、あとインテリジェントクリアランスソナーです。フロントに4点ついてますね。で、あと外装のカスタムなんですけど、こちらフレックスオリジナルのデルフィンフロントスポイラーで、車体の方は1インチローダウンしていますので、まあ、大体約3センチぐらいは低くなっています。はい、でホイールの方がこちら、バルベロディープスフレックスオリジナルカラーの17インチとグッドイヤーのナスカータイヤになります。はい、でこちらも新型から搭載されましたデジタルインナーミラーのカメラがここに入っています。であとバックカメラもこちらについてます。そしてインテリジェントクリアランスソナークリアにも4点ついてます。はい、で内装の方なんですけれども、こちらはバンタイプになりますので、後ろの荷室がもうとにかく広いです。でここの荷室に、フレックスオリジナルのベッドキット、こういったものを取り付けているので、まあ、実際一回ちょっと見てみますね。はい、身長190cm で、まあ、僕は身長実際190cm ぐらいあるんですけど、今はもう全然このベッドの幅だけでも、もうすごく余裕に寝れるんで、まあ、ご家族多分4人さんぐらいの方だったら全然平気で寝れちゃいますね。で、こちら高さ調節っていうのも手回しで簡単にできるようになっていますので、下にお荷物積まれる方とかは、まあ、お好きな高さもう少し上げたりとかっていうのができるので、使い勝手もかなりいいです。はい、でフレックスオリジナルシートカバーがついてます。じゃあ実際エンジンもかけていきます。はい、こちらがデジタルインナーミラーですね。デジタルになってます。先ほどのカメラの部分が映し出されています。そしてナビの方がパイオニア製のカロッツェリア SD ナビ7インチが入ってます。で、あとパノラミックビューモニターなんですけれども、実際バック入れてもらうとこちらこういった形に映るんですけれども、まあ、パノラミックビューモニター必要ないっていう時でありますと、こちらの切り替えボタンがありますので、こちらを押していただくとこういう風にバックモニターオンだけでも使ったりができますね。であと前向いた状態もしくはドライブの状態でも、こちらのビューボタンっていうところを押していただくと、パノラミックビューモニターと前の状態が見れるので、前方駐車であったりとかも簡単にできます。でもう一回押してもらうと切り替えサイドミラーの下が映るようになっているので、まあ、死角がほとんどないっていう形になります。こちらの車が一応デラックス